ると思っています。現在は今日は最初渡辺選手がね、川村選手についてますね。はい、それをジャクソンが注目のオリバーとトーマスのこのアシストを出させてくると仙台とすると苦しくなってきますよ。入ってないところでオフェンスリバウンドで繋げてないですからね。今仙台のゾーンディフェンスが機能してますね。はい、ここで川村が3を決めてきました。川村が運びます。ここからオリバー3を狙う、決めてきました。来るとそうですよね。ここで川村が素早く運んで森へ渡す。もう一度受けるオリバー、再び狙った3、ここも2本連続決めてきました。デビンオリバー、そのジャクソンに渡して川村へ、川村が打った、決めていきます。40点に乗せました。今度はよく再び川村に渡ります。中に少し指を差しましたが、スピンムーブから打っていく、決めてきます。仙台はどんな声かけがありそうですか。仙台はね、ポイントガードがいない中でのディフェンスの守り方なので、どういう風に守り切るか、そしてもしボールがデッドになるとまたオフェンスね、交代できるのでね、どうするかっていうところですよね。まあ、先ほどの仙台のタイムアウトが明けてから横浜の持ち味の形となって、残り5秒、壁を使って打ち出るか、繋いでオリバー、ここでファウルです。トーマスのファウル。いや、もうね、河村選手の一対一かなと思うとこ最後までよく合わせてますよね。コーナーに片岡が入ってきます。いいですね、サーベイ自ら行く、フェンキックから。はい、惜しかったですね。横浜は今この時間でオリバー選手を少し、ね、休ませられることができてますね。はい、ファウルです。外からジャクソンにつないだところ、やはり、ね、この、ね、アシストが生きてくるとちょっと厳しいですよね、仙台だとすると。はい、川村まだ持ちます。仕掛けてくる、レイアップ決めました。あ、素晴らしいですね。はい、今で一つですかね、タイムアウト。そうですね、ここ岡田が振ってきたモリスを使って外から行く、しっかりと決めました。この辺りの精度です。川村注目ですか。もうね、自分たちの、ね、オフェンスの中リズムの中でどれだけいいシュートを打っていけるか、はい、そのあたりですよね。こじ開けるっていうよりはチームで作ったチャンスでどうやってシュートを決めていくか、そうすると相手も、ね、止めにかかってくるんで1対1のチャンス出てきますよね。周りを見ながらオリバーを使っていく、外に振った、切り込んでシュートに来ました赤穂。あ、ここで奪いました。キングカイ、田中をめがけたボールでしたが早い展開、決まった、アリウープ通してきました。注目のトーマスですが、この第4クォーターはいかがですか。そうですね、まだちょっと自分の力を発揮しきれてない部分はあるとは思うんですけど、当てられるような形になっています。川村ノルックで渡して、またジャクソン、パスを、ね、出す前にブースが入っています。まあ、川辺がボールを運びます。ここで終わった高市、簡単に決めていきます。川村が持つ、中に振ってジャクソン、この数面ゲーム今日はいい形が見られています。